マルキアノスは、東ローマ帝国、テオドシウス王朝の皇帝。マルキアノス像兵士の子として、トラキアに生まれる。親と同じく兵士となり、フィリップボリスに駐屯する部隊で勤務した。421年、タイペルシャ戦線に部隊が回されると、マルキアノスもこれに参加したが、途中、リュキアで病となったため、休養の後コンスタンティノープルに帰還し、その後は、 ゲルマン人の将軍アスパル親子の下で勤務した。この頃にはすでに将校となっていたと思われる。431年、オリエント軍司令のアスパルに従い、カルタゴ救援のためバンダル族との戦争に参加する。翌年カルタゴ付近で行われた戦闘で、ローマ軍は敗れ、マルキアヌスはバンダル族の捕虜となるが、間もなく解放された。450年、 東ローマ皇帝テオドシウス2世が死去した後、東ローマ帝国の有力者であったアスパルは、自身の忠実な部下であったマルキアヌスを、テオドシウス2世の姉アエリアプルケリアと結婚させ、皇帝を名乗らせた。しかしマルキアヌスは、西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス3世に相談せずに、皇帝を名乗ったため、ウアレンティニアヌス3世は452年まで、 彼に正式な皇帝としての承認を与えなかった。一方で、マルキアヌスも西の宮廷が彼を認めなかったことへの報復としてか、ウアレンティニアヌス3世の没後に就任したペトロニウス・マクシムスやアウィトゥスに正式な皇帝としての承認を与えず、さらには西ローマ帝国と交渉中であったフン族のオアッティラを激怒させて交渉を失敗させたり、455年には ゲーセリックが率いるバンダル族にローマでの略奪行為を黙認するなどしたためローマ帝国の東西宮廷による対立は一層深刻となった。マルキアノスは、粉族のアッティラへテオドシウス2世が約束していた献金の打ち切りやコンスルやプラエトルの主催する見世物への費用を減らすなど財政の健全化を果たした。人口減少値を蛮族に与えることで 東語を族やルギ族などと同盟関係となり、バルカン方面の帝国国境の安全を確保することに成功している。451年にマルキアノスが召集したカルケドン公会議でエフェソスでの決定を批判して、二階ア新城の三位一体説を支持し、ローマ教皇との友好関係に努めた。457年、1万ポンドの蓄えを残し、在位7年にして、 おそらくエッシで死去した。マルキアノスの娘アエリア・マルキア・エウフェミアは、西ローマ皇帝、アンテミウスと結婚している。マルキアノスは、レオ一世よりも先に皇帝就任に際して、コンスタンティノープル総主教によって退官された、初めてのローマ皇帝であるとされることもある。娘アエリア・マルキアナ・エウフェミアは、夫アンテミウスとの間に四男一条を設けた。息子の一人フラウィウス。 プロコピウス・アンテミウスには妻一人、子一人がいたとされており、子は皇帝、ゼノンの親族と結婚した可能性がある。確実に血筋が後世に伝わっているのは、長女アリピアの系統のみである。アリピアは、西ローマ帝国の独裁者リキメルと結婚し、息子、アウネムンドゥスを設けた。アウネムンドゥスのライマゴベラ2世は、西元王国国王トゥルガの王女ギゼラと結婚。 その娘ギゼラは、メロビング町、フランク王国のアウストラシアオーダゴベルト2世、娘、シギベルト4世がいる。シギベルト4世には西、シギベルト2世がおり、シギベルト2世の子孫は大いに繁栄している。ギゼラは、ランのカリベルトの息子と結婚、ランのギゼラとランのベルトラだとされる、キルデリク3世と結婚、息子に、テウデリクがいる。後に、ピピン世により、 キルデリク三世はサンベルタン修道院に、テウデリクは三番ンン修道院にそれぞれ遊兵され、ランのギゼラの血筋を与えている。フランク王国の王位はベロビング家からカロリング家へと移った。一方、ランのベルトラダはピピン三世と結婚、カール大帝、カールマン、ピピン、ギゼラ、ベルト、ロタイド、アデライドの七子を設けた。この続き柄では、 キルデリク三世とピッピン三世は、義兄帝、カール大帝とキルデリク三世のコテウデリクはいとこになる。また、ランのベルトラダは、マルキアノスのクモ孫のヤシャゴ、カール大帝はクモ孫のライ孫となる。ランのベルトラダの子孫は、カロリング朝の王を排出するなど繁栄した。431年に、バンダル族の捕虜となったマルキアノスについて、おそらく創作ではあるが、 プロコピオスが次のような逸話を伝えている。王宮の庭に集めた捕虜を見分していたゲイセリックが、他の捕虜が暑い真夏の日差しに苦しみ、地面に倒れ込んでいた中、マルキアノスだけが暑さをものともせず眠り、さらには死が空中で静止し、翼でマルキアノスに日差しを遮っている光景を見て、マルキアノスがいずれ皇帝となるという神の意志と考えた。ゲイセリックは、 マルキアノスにバンダルに対し攻撃を仕掛けないと誓わせ釈放したという。ありがとうございます。